ここミスター3しっかりぶっちゃって OK、 ロジャーも無敵でやっていく。二人同時にやっていくとピンチだったけどルーシーメダルで体力回復できますよと。これそれここジャスカしといて、ここゴリアセネガ、いや OK、 こうアシュラになってしっかりここカワイキーワーに4番していく。いやゾロ強いな、やっぱ銀閣言えば強いね。こんにちは、ドラゴンワローのビステクソ、どうも皆さん、ドラゴンワローです。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ということで、本日もワンティーらしく楽しく遊んでいきたいと思うんですけども、ついに、イベントメダル最強クラスのメダルである、ルーシーメダルが復刻しました。いや、ついに来たね。ルフィメダルの中でも最強格であるね、ドレスローザルフィ、3種の中で唯一のイベントメダルである、ルーシーメダルが復刻で、これ待ちわびていた人多いんじゃないでしょうか。いや、これはね、今まで無課金だった人も、320円なんだね。今回はもう買ってもいいんじゃないかと思います。ということで、今回はね、復刻したこちらのルーシーメダルを使った最強メダルセット、ドレスローザルフィ3章エンマゾロにつけてリーグ戦遊んでいきたいと思います。というのもね、このルーシーメダル、エンマゾロとめちゃめちゃ相性いいんですよ。現在の環境はね、もうザクザクトレジャーと揶揄されるぐらいの旗取り環境となっていますが、そこで猛威を振るっているロジャーとキドロ、そしてその対抗でね、増えているミドシャンも見れる、このエンマゾロ環境でめちゃめちゃ戦えるんですけども、一つ欠点がありまして、回復性能が乏しい。もう回復性能が本当に乏しくて、今まではね、ロジャーやキドロに怠慢で勝ったとしても、もう体力削られて徐々にやられるとかしてたのが、旗を抜かれてもしっかり倒して旗抜き返せば体力回復できるんですよね。しかもタグが多いということで、今回はゾロと相性良すぎる復刻したルーシーメダル含めたドレスローザルフィ3種つけてリーグ戦頑張っていきたいと思います。シーズンね、開幕したばかりの SS ですが、ルーシーメダルの強さ見せていきますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。では試合にレッツゴー。では、1試合目やっていきたいと思います。お一戦にはキッドロー、そしてギャルディーノですね、ミスター3、アルベル、ロジャーということで、じゃあ自分は C 旗行こうかな。じゃあ C 旗、待って、なんかロジャー走ってきた。ロジャー走ってきたから、じゃあ B 旗行こうか。で、B 旗行くんだけど、まあでもどうしよっかな。まあ1回は守る、まあ、うわ、でもどうだ。まあ自分のお宝エリアにすると、まあロジャーに有利になっちゃうけど、一応取ろうか。まあ、ルーシーメダルの性能を見せていきましょう。ルーシーメダル、はい、もうね、説明文にあった通りですね。まあ、ここで 5% 回復できると。5% ね、結構大事なんだよね、やっぱ。ただこれなんか、じゃあここロジャーやろうか。ロジャーしっかり軽くでご利用していて。ただ他には誰も来てない。オッケー、ここミスター3しっかりぶっちゃって、オッケー、ロジャーも無敵でやっていく。二人同時にやっていくと。で、ここで待て。一回ミスター3、じゃあこれ立ち分けはどっちだ？オッケー、立ち分け？ただでもよくわかんない。なんでよくわかんないけど、それはよくわかんないけど。じゃあここ一回通常当てといて、壁に少しダメージ当てといて。じゃあミスター3誰いな、これ。オッケー、さっきあぶね。ミスター3にダウンさせてもらってよかったね。じゃあここしっかりアシュラ決めて属性変化して。ダメージ与えられないけど、一回属性変化できたぞ。え、ここで、オッケーサンキュー、ニカサンキュー。じゃあ、ここ無敵当てて、無敵終わり際にやっていく。めちゃめちゃ早口になったな、今。無敵に終わり際にキードルやっていったけど、ここで通常当てて、しっかり通常当てていける。ここはスキル当てられちゃったな。ただ、はい、あ、待て、回復のついてないな。オッケーサンキュー、いいね、オッケーサンキュー。で、ここ当てといて、ここはやばい。それやばせ、マジで頼む。いや、でもブースト来る、ブースト来る、頼む、ブースト来て、ブースト、ブースト来てからブースト、オッケー、ここ無敵打たして、無敵、無敵、オッケー、無敵溜まった。で、ここでしっかりキードルやっていくよ。いや、マジで、あぶれ、ブースト、オッケーサンキュー。アルベル鬼食わしてくれた。いや、今これでいけるんじゃない？ねえ、お宝ね、今、取ってないけど体力めちゃめちゃ回復できた。その、ブースト特性なんですよね。ブースト特性で、めちゃめちゃ回復できるけど、ここ待って、ジャスト回避できなかったけど、ここアシュラ噛みて。アシュラこれ終わったら、やらかした。無敵スキル当てちゃったけど、1段しか入んなかったね。ただ、ここ守りきりたい。守りきりたいけど、まあ、いや、これ無理だ。ちょっと一回ミスター3の方行こう。ミスター3ってもうここ一回諦めて、自分の体力回復できるんだよね、旗抜いても。じゃあ、そっち待っていきましょう。じゃあ、しっかり、ここミスター3誰いからね、マジで。浮かれるとさ、結構旗取るのめんどくさいじゃん。いやもうその中にいられるとさ、じゃあここロケしっかりミスター3やっといて、でここでお宝抜きます。ここでお宝抜くんだけど、待ってちょっと遅いかも。あーでここ無敵当たっちゃったら、でもここで一回落とそう。一回しっかりとロジャーを無敵で落としていくと、無敵じゃねえ、通常同調していく。いやいいね、いい感じじゃない。結構でここでしっかり、あーでここジャスカイしておいて、いやベロスはまあいいや、ベロスは見れるでしょう。よしよしよし、いい感じ、いい感じ、結構いい感じに進められてるけど、待って、アルベルが、あ、オッケー。ここ、ペロスも来てるのか。じゃあ、アルベルじゃなくて、ペロスペロやろうか。ペロスペロとタイマーしていきましょう。で、ここ通常当てといて、ペロスペロめちゃめちゃ体力減ってる。で、ここしっかりと無敵で当てて、回復からのオッケー、無敵でペロスペロをキルしていくと、結構いい感じじゃない？で、アルベル見といて、オッケー、じゃあここアシュラ決めようか。アシュラで決めて、青としてなって、ただちょっと待って、一回返しよう。一回返して逃げて、で、こうなったらもう無敵でいける。無敵が保ってないけど、通常でやれるんじゃない？通常で軽くでご利用する気がする。で、しっかりここ通常回避して、回避できなかったけど、通常でエースやっていくと、いいんじゃない？結構強くない？でも体力回復強いな。ということで、かなり
余裕を持ってしっかりと3肌で勝利していくということで、いや強いな、ルーシーメダルバトルスカー9130ということで、いやゾロ強いな、やっぱ玄関強いわ、強いね。最近ミドシャンとか使ってたけど、やっぱロジャーも誰でもキドロでも見れるからかなり強いね、やっぱ。ということで、エンマゾロ大活躍の第1試合でございましたが、続けて第2試合やっていきたいと思います。では2試合目やっていきたいと思います。今回のお相手さんにはゼファーですね。珍しいゼファー、まず玄関でやれるっちゃやれるか、ゼファー、そして白ひげウタキドロと、じゃあ自分今回も C 旗行こうか。またロジャー走ってきたけど、 C 旗行っといて、あっちにキドロがいいのか。じゃあとりあえず C 旗で、でもキドロ来るよね。じゃあシード、シハタでキドロと対面していきましょうか。まああっちのね、ゼファーの強化状態剥がしてもいいんだけど、ただね、あそこに人が行き過ぎるとちょっとなんかな、まあやれそうだしな。まあそうだね、キドロいるからキドロやっていきましょうか。じゃあ通常の2段目で牽制しとこうか。まあさすがに飛んでこないでしょ、これ障害物だもんね。障害物あるから多分まあ飛んでこれないけど、一回牽制して、いや飛んでくれるんかい、飛んでこれるのそれ。じゃあここ一回通常当てといて、ちょっと待って、これ待って、一回無敵撃とう、一回無敵撃っていく。ちょっとね、あのね、回避1に入るから怖いんすよ。じゃあここで、じゃあ一回白ひげブロック壊していこうか。まああっちに青シャンいるから大丈夫。あれ、なかった、全然なかった、今出たよね。でも白ひげブロックね、よくわかんないけど、じゃあここでありがとう、サンキュー、青シャンキルしていけない、素晴らしい。ということでね、 HP ピンチだったけど、ルーシーメダルで体力回復できますよと。いいね、ルーシーメダル。やっぱね、 5% ってね、結構でかいんですよ。やっぱ通常一発とかね、 5% にならない部分もあったりするからね。その 5% の差で残ったりするからね、全然。よし、じゃあブースト来たからここ行っちゃうか、ガンガン。じゃああそこの、まあ歌は多分ロシアやってくれるでしょう。まあここの歌、サンキューサンキュー、オッケー、ナイス。じゃあ、まあここはまた4旗取れたけど、まあ自分じゃまた C4 旗守る、オッケー、サンキュー、いいね、めちゃめちゃいいね、アイテムの。じゃあ、D 旗行こう。ここ、ロジャー対魔していきましょうか。で、ここ通常撃っといて、はい、ジャスカイされたけど、ここ一回無敵撃っとき、透けたね。無敵透けちゃったけど、じゃあここ通常どうか、通常だ。ここジャスカイされたが、まずい、ちょっと待って、これまずい。一回アシュラで受けて、アシュラで受けて、どんぐらいダメージ入るか分かんないけど、オッケー、オッケー、一回落ちたね。結構落ちたね、今ね。ロジャーここ通常与えといて、オッケー、ここ火力でロジャーご利用していく。いいね。で、ここで少しね、減った HP も、しっかりと、ルーシーメダルがあれば、回復できるんですよ。いや、これでかいね、やっぱ。5% ってね、マジででかいっすよ。でもみんなわかるか、バーディーラッシュやってると思うよからね。いや、マジででかいんすよ、5%。よし、じゃあ、まあ、4肌か。まあ、4肌結構キープできてるからいい感じ。あ、でも、キドロ、いや、どっち行こう。まあ、あっちは任せよう。こっちはね、もう絶対のことなんでね、こっち。よし、じゃあ、ここ、通常撃っといて、待って、ここを、あんま取られちゃったけど大丈夫。ここ一回じゃ無敵を、いや、また透けた。マジなんで透けんのこれ。ちょうどここジャスカイしといて、ここゴリアセネガ、いや、オッケー、ゴアシュラになって、しっかりここ、可愛い岩に4番していく。マジで強い。さすがエンマゾロ、火力でね、ゴリ押せるんですよ。いや、今のでかかったね、久しぶりに。アシュラでね、もう、いやー、今の気持ちよかったね。いや、属性変化してれば火力ついちゃうからね。よし、じゃあここ通常で当てていくのも1万5000。通常1万5000、ブーストかかってるからか。じゃあここ、OK やっていく。なんだな、ちょっと見てください、これ。はい。あのですね、割合ダメージ回復していくんですよ。いや、えぐいよな、これな、マジで。前回もだよ、これ。前回まで行くんじゃないこれ。前回までは行くかな、行かないかな、行くかな、行かないかな。前回までは行かなかったと。でも、めちゃめちゃ回復したね、ということで、4旗で、2戦目をしっかり勝利で、ここ、アシュラ向いて、こっち見とくか、カメラ目線じゃないけど、こっちの相手の方見といて、試合終了と。いや、強いな、やっぱ。ルーシーメダルがあるゾロは強いね。やっぱ、HP 回復があると安定感が違うわ。だって1試合さ、両方とも守りきれんじゃん。まあ、自分自身はね、いつもこのルーシーメダル入れたドレスローザルフィー3種でね、ゾロにつけてリーグ戦回ってるんですけど、本当に安定感が良くてね、もう1試合絶対に持つことが多いので、ぜひ皆さんも今回はね、メダルラッシュ7課金してみてください。320円だね。そこでルーシーメダル獲得して、バンディラッシュ楽しんでいきましょうということで、皆さんご視聴ありがとうございました。これからもね、こんな風にバンディラッシュ全力で楽しみながら実況動画たくさん投稿していきますので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。で、皆さん次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。